と思います。で、移住後の稼ぎ方についてですね、現地の情報発信、現地移住後の情報発信についてですね、ご相談いただいてます。移住後の稼ぎ方、まあ、現地のことを発信するとかですね、海外情報、まあ、現地情報を発信するのが一番いいと思います。まず、海外にいる、まあ、日本人、まあ、コロナ前の数字ですけれども、ざっくり100万人ぐらい日本人がですね、海外に住んでいて、まあ、当然、駐在員とか、普通に日本の仕事やってる人が多かったりするので、まあ、日本の会社のですね、仕事やってたりするので、例えば、あなたがフリーランスだったら、海外の情報をガンガン発信するっていうのだけです。立ち位置としてすごく差別化できてるんですよね。なので、やっぱり、スマホ1台あれば、まあ、動画で撮って、その情報をどんどん発信していくと。まあ、それだけで、魅了される。まあ、あとは、画像的にも映えるものが作れますので、まあ、こういった配信をどんどんやっていくっていうのがいいと思います。そのためのツールとして YouTube 動画ですね。あと、まあ、LINE 公式アカウントにつなげて、